同胞、遠藤渡るのゴラッソ、クロップ監督が大絶賛。渡るはとても重要だった。彼は途中からピッチに立ち、本当に良かった。決定的なチャレンジで勝利し、最高のパスもあり、そしてトップクラスのゴールだった。遠藤はアンカーって言われてるけど、少し前に行って潰しに行く方が生きる。前プレが必要な段階だったからクロップの采配は見事。遠藤も前回に引き続き積極的に潰しにかかってるから活躍できてる。点を取りに行かなければいけない場面で投入された意味はかなり大きい。これはクロップから思いのほか信頼されてきているのかもしれない。遠藤はただの守備的な選手ではない、攻撃の起点になれる選手。そして遠藤にはこれがある、シュツットガルトを広角から救うゴールなど、絶体絶命のピンチを救うゴールだ。ファンの心をつかめた非常に価値ある点だった。レギュラーダッシュにはファンから信頼されるのも重要なファクター、そういう意味ではこの試合、結果残した意味はかなり大きいな。あの時間帯に途中交代で出て同点にするとかボレる、最強メンタリティの持ち主だわ。チャンネル登録してくれるとめっちゃ嬉しいです。これからも頑張って動画制作していきますので、ぜひよろしくお願いいたします。本当、お願いいたします。